はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、アゼルバイジャン、チェーンソーを始める、をお送りいたします。よろしくお願いします。アゼルバイジャンが、とうとうチェーンソーを始めましたね。まあ、あのー、アルメニアですね。まあ、たびたび何年かに一回ぶつかってね、結構激しい戦いを繰り広げてるんですよ。まあ、どっちが悪いとかいう問題でもなさそうですよね。もうめちゃくちゃなんですよ。で、あのー、それにつけ込んで、 まあ、バイバイデンの国とかね、あの、熊のプーさんチームが、じゃあこっちを応援しよう、あっちを応援しようって言って、まあほんとコロコロ変わるんですよ。特にアルメニアね、これあの、主体的なもの何もないと思うんですよ、見ていて。とにかく、あの、助けてくれと。あの、人数的にもね、300万人いるかいないかの小国なんですよ。で、アジルバイジャーの方は1000万人ちょっといるじゃないですか。うん、だからね、あのー、 資源もね、エネルギーもアズルバイアいっぱい出て、今ちょっと調子はまあまあいいみたいなんですよね。で、さらに、あの、支援する国とか個人がいっぱいいるんですよ。あの、支援してる人の中には、あの、越境3.0というね、<laughs> いやいや、私の崇拝するね、あの、YouTuber の方なんですけど、私、あの、その越境3.0を見て、あこうやってやればいいんだと思って、YouTube を始めたんですよ、本当に。生まれて初めて。 だから、もう本当に神的な存在なんですけども、まあそこでアル、アゼルバイジャンの、あの、上がってる動画をね、いくつも見させていただいて、非常に詳しいですよね、中東とか、あの、アフリカの方に関して、勉強になりますよ、すごく。私は中東アフリカはもうど素人なので、あの、詳しくは越境3.0の方をご覧いただ何なんのこっちゃねね。いや、本当に無責任だね。いや、だけど、あの、結局はアルメニア っていいうののはねキリスト教の方が多いんですよ結構ね、小国なんだけど。で、アゼルバイジャンの方は、まあもちろん、ね、あの名前がそれ風ですけど、イスラム教徒の人が、まあ、多いんですよね。まあ、だからちょっと宗教的な違いもあったりっていうのもあるのかもしれないですけれども、あのトルコとか、まあ、イランって言った国はアゼルバイジャンの方にね、まあ、ついている。まあこれもわかんないですね、だけど、いつなんかちょっと。 あのいや,やっぱりやめるよっていうか分かんないしね、まあ、とにかくね、なんかね、そのつながりっていうのが、あのコロコロ変わるんですよ。アルメニアの方もアメリカとなんかちょっと軍事的なね合同演習みたいのちょっとだけやってみたりとか、ロシアとやってみたりとかね、わけ分かんないんですよね、一体あなたはどっち、どこにどう行きたいのっていうね、まあだけどそれほど力が今ない国で困ってしまってるっていうことなんじゃないですかね。 誰かに助けてもらいたい、頼りたいということの表れなのかもしれないですよね。で国の、まあ、国内情勢もあんまり良くないわけですよ。まあ、両方ともね、そんなには安定してないですよ。どっちかって言ったら、アゼルバイジャーの方がエネルギーがこう出て、まあ、今ちょっと調子よくてね、経済的に。で、ちょっと安定してる感はありますよ。確かにね。まあ、だけど分かんないね。それもね、あのシリア、リビアとかいうね、一癖も二癖もある国も関わってるから。 これから先ね、どういう方向に行くかは全くわからない。もしかしたらあのシリアがね、焚き付けてね、いや、もっとダメだ、もっと過激にやれよとか言われて、ああ、そうか、とか言って、やり始めちゃう可能性もあるんで、これはね、全くね、もう予想もつかないし、わからないですね、正直ね。で、まあ、とにかくあの、何年かに一回小競り合いみたいな形でドカンドカンとぶつかってるんですよ。ずっとね、ずっとやり続けてきてるわけ。 あの、これはね、第一次世界大戦あたりに遡りますよね。あの、歴史的には。もうその辺から、もうオスマン帝国って言われたあのトルコがね、トルコっていうのは最初トルコっていう国じゃなくてオスマン帝国ですからね。で、オスマン帝国とか言われた、あの、その時に、アルメニアに侵攻して、アルメニアと戦って、あの、ちょっと、まあトルコが、あの、かなり圧力かけてっていう歴史的な背景ってあるんですよ。 だからアルメニアとしては、あのトルコがあんまりあのちょっと近寄らないで、もうやめてよっていう感じの雰囲気はあるんですよ。うん、だからこれはまあ宗教的な違いもあるし、または、まあ、歴史的なね、もう何百年にもわたる何かがあってっていうのもありますよね。 で、そこで、まあ、あの、ロシアですよね。ロシアが、うん、どうかなって言って、まあ、とりあえずはアルメニアの方の肩を持ってるみたいな、あの、感じにはなってますね。だけど、これもまたわからないですよね。あの、やっぱりちょっと縁切ったとか言ってね。あの、もう指切ったみたいな感じで、もう知らないよ。ちょっと我々は関わらないよっていうふうに言うかもしれないし。だってあの、今回のアルジェリアとね、その、 ねアルメニアの、なんか、戦いがちょっと起きたよっていう報道に関して、ロシアからすぐ、あの、コメントが出てね、あの、熊野プーさんから。いや、そういう無駄な争いはやめてくださいっていうふうにね。いや、無駄な争いやめてくださいって、いや、どの口がそんなこと、ね何言ってんだろうと思いますよね。いや、無駄な争いやめてくださいって。いや、自分のことを棚にあげといてね。 いやいや、どっちがいい悪い言ってるんじゃないんですよ。ウッキーもロッキーもね、もう両方ともやめていただきたいんですけれども。だけどまあ、そういうコメントも出たり、ちょっと混乱してますよね。まあ、大混乱っていうことですよね。うーん、なんかこれはあの、シリアとかロビ、あのリビアとかね、まあトルコ、周りの国も関わって巻き込んでの、まあ何か大がかりなことになっていく可能性っていうのは十分あるってことですね。まあ、それはまたそれで困ってしまうわけですよ。 だって、ロッキーの国、ね、熊野不動産チームは今やってますからねで、もう一つかってなっちゃうじゃないですか。いやいや、なるべくだったらちょっと抑えて抑えてっていうふうに、ね、集中したいところじゃないですか。んだからちょっとやそっちでやられると困るなっていうのはありますからね、んだからそれを考えると、まあ、このまんま沈静化してねあの短期で終わるっていうことが、まあ、可能性高いのかもしれないけれども、何せこれはね、分かんないですよ。 アズルバイジャンね、ちょっと調子に乗ってきてるんで、このまんま強気な姿勢で行くのかもしれないですよ。だから、2年、3年、4年ぐらい前にちょこちょこと起きてるわけ。同じようなことがね。その時よりも、ちょっと勢いは強い感じはしますよね、うん。だからちょっとやるかもしれないね。もうちょっとね、ちょっと攻め込んでね、もうちょっと強く今までよりも、 ちょっとのめり込んで始まるかもしれないってことですね。まあそれを恐れて周りの国は、いや、うちを巻き込まないでって言ってる国がほとんどなんですよ。だけどトルコとかシリアあたりは、いやいや、うちも巻き込んでみたいな感じ。いや、本当に <laughs>、うち巻き込んでみたいな感じなんですよ。わけわかんないですよね。なんだろう。何がやりたいんだろう。わかんないけどね。まあそういう雰囲気十分に感じられますよ。 だからこのまんまね、ちょっとおとなしく静かになるっていうことはなく、何かきっかけとかね、何か手違いで起きてしまっても、このまんま騒ぎは大きくなりますね。必ずね。まあ怖いことですけどもね、誰も望んでいないのか、誰かが望んでいるのか、これわからないところですけども、バイバイデンあたりは望んでますよね。だって大きくなれば、とりあえずはね、あのバイバイデンのところの商品が売れるわけですよ。で、もうね、ちょっと古いのもあるんですよ。実際。 だけど、バラまきメガネはね、古くても何でもね、日本人の皆さんから、国民から、税金をギュン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 って吸い,と吸い取ってね、吸い上げて。で、あの、集めて、バイバイデンに献上してですね、まあもうあらゆる古い武器を買い続けてます。もう古い古い古い武器ですよ。旧型のね、役に立つんだか立たないんだかわかんないですけど、とにかく買ってるんですよ。で、タンク買ってんだよね。タンク。あの、一本棒が出てるキャタピラのタンク。 あれを買って買って買いまくってるわけ。でもよく考えたらね、日本って、あの、タンクがあって、なんでどうやって戦うの <laughs> タンクをどうすんのねこの狭い国土で細長い。タンクをいっぱい買って何すんのわけわかんないよね。あんまり役に立たないでしょだってタンクなんか買ったって。だけどどんどん買ってるんだよね。何の意味があるんだろう ちゃんとあの説明してほしいよね。税金で買ってるんだから。いや、今回ケタピラの、あの、ま、タンクを買うんですけれども、これは理由があってですね、っていう理由をちゃんと説明してほしいよね。あの、雨でぬかるみも走れるからとかね。そんな理由で買うわけないけど。いや、だけど、なんでだろう。だってタンクって、ね、意味ないんですよ。だって、実際何か起きたことが起きた時に、タンクがいっぱいあるとどうなるの ねえ、全然わかんないですけどね。全く意味不明でしょでもいっぱい買ってるの。それってね、もう旧型のタンクで、アメリカのあ、言っちゃった、バイバイデンの。あの、バイバイデンの旧型のタンクで、とにかくね、なんだろう、もう一回、あの、新しくしたいんだよね。開発してるんで。タンク自体をね。だから、あの、新製品を試作して、それを大量生産したいんだけど、今のタンクの在庫が邪魔なんですよ。で、それをもう、 あの、高い値段で買ってくれるとこって日本しかないんですよ。とにかく、まあ、あの、ちゃんと買ってもらって、で、タンクを揃えて、ね、何のためにやるのかわかんないですけれども、とにかく皆さんの税金によって買って、ね、ちゃんと購入して、何百台も揃えて、何すんだろうよくわかんないけど、国内で。使いようがないよね。あんなもんだって何にもいらないでしょう。災害にも役に立たないし、いざ何か起きた時に、 タンク、何にも役に立たない。国内にタンクがあったってね。だってドカーンってやって外国まで弾が届くわけじゃないんですよ。絶対届かないから。何の意味がないでしょって。あんなのあってもね。うん、だから上陸してきた時にやるのかな。いや、上陸してこないよね、最初はね。だから全然出る出番ないんですけど、とにかく買いまくってる。わけわかんないですよね。やめていただきたいと思うんですけども。あの、それも旧型だしね。あんま役に立たないですよ、全然。 これがね、役に立つ立たないっていうのは皆さんにはわからないね。とにかくね。型番が古いんですよ。みんな。何もかも。だから古くて役に立たないのだけを押し付けられてるね。完全に。それでも値段はびっくりするほど高いんですよ。まあ、いい値だよね。向こうの言った値段。言った値段でどんどん買ってます。悲しいね。うん。何のために何をするのこれから何するのってことですよね。 いやあ、このままだと本当に日本のね、あの国民の税金で買ってるんで、日本の経済が飛んでしまうんですよ。飛びます飛びます坂上二郎二郎さん助けてー二郎さん助けてですよ。本当に。何のためにってことですね。うんだけら、まあ、アズルバイジャンね、もう始まってしまったんでね。まあ、あの、大きい国も周りの小さな国も、それぞれどっちにつくかみたいなことを今検討したり、 あの、ちょっと、仲裁してやめるよっていう国もあったり、もう混乱してます。で、いろんな情報がこういう時って飛び交うんですよね。もう始まったぞっていうのもあれば、いや、もう終わる。いや、終わったらしいよとかね。あ書いてあるのありますよ。外国でもね。いや、終わるわけないでしょ。そんな早くね。半日で <laughs> いや、わかんないけど。半日で停戦だとか書いてある記事あるんですよ。本当にわかんない。まあ、現場に行ってないからわかんないですけど、これからだって書いてある記事もあるしね。 まあこういう時って混乱するんでね。まあ、いろんな情報を飛び交います。まあ終わってもいないしね。まあまだこれからなんでしょう。まあ停戦する可能性もありますよ、そりゃ。だけどまあどうなるか誰も今のところわかんない。まあ上層部はまだあれでしょう。決定してないでしょう、どうしようかね。始めたがいいものの、さあってどうするかぐらいじゃないですか。ね、ここまでやろうとかいうのも決定してないですからね。 まあちょっと考えながら、うん、どうするかな、じゃあなっていうことで、周りの国の意見とかもね、いろいろ連絡も来るでしょうから、まあ、そういうのを耳を傾けながら、うん、じゃこのまま突っ走っていいのかどうなのか、うん、どうかねって言って、上層部のほうで今、会議を開きながら、まあ、これからどういうふうに進行していくかね、まあ、アルゼルバイジャーのほうもそうだし、アルメニアのほうもそうですよ、どうするかっていうのを今、まあ、検討してるでしょう、会議してるでしょう。 ねえ、まあどうなるのかちょっと分からない不透明感ありますけれども。だけどあれですよね、今日3.0さんの方で、ねあの、アゼルバイジャンツアーみたいなのを組んでるらしいじゃないですか。もう予定がもうちゃんとなっていて、もう行くだけみたいになってるらしいですけど、私も行ってみたいな。ねえ、いや子供がいるから行けないんですけど、いやー、いなかったらちょっと行くかな。だけどね、なんかそいつは楽しそうですよね。だけど、始まっちゃってるところに行くってどうなの入れてくれるのかな <laughs> 入れてくれないように普通ね。こんな混乱してる中、でも危ないじゃないね。んか入れてくれないかもしれないし、行けないかもしれないし、行ったとしても、向こうで落ち着いて見学とかできないし、なかなか怖いよね。危ないものあると思うんですけど、どうなのかな街は静かなのかなねいろいろ気になることありますけれどもね。まあ、細かいことはぜひ越境さんでゼロの。 ご覧いただければと思うんですけど、私、あの、アゼルバイジャン、そんなには詳しくないですよ。世界的に、まあ、あの、ヨーロッパ中心なんでね、ヨーロッパの、まあ、見方っていうのはわかりますよ。どっちにしても、まあ、アゼルバイジャンでしょ。応援してね。とにかく、アゼルバイジャンの、あの、エネルギーっていうのに頼ってますからね。まあ、とにかく、あの、アゼルバイジャンがしっかりしてくんないと困ると思ってますから、ただ、 このまんまね、激しいその戦いが始まっちゃうと、エネルギー送ってくれるかどうかもわかんないじゃないですか。それは困るんですよ。だからちょっと穏便に済ませて、いや、今ちょっと暴れられると困るから静かにしてくださいよ、みたいな形にはなると思いますよ。で、それで、まあ、まとまるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、先行き、アズレバイジャン次第でしょう。これは、あのー、アルメニアの方は、そんなにはね、過激に何かやるっていう雰囲気ないですよ。人数も少ないですしね。 持ってる武器だってそんなにいっぱいないですからね。まあ、本気でやったら、あの、勝てないなってのはあるんで、まあ、ほどほどにちょっと様子見っていうことですよね。だからまあ、あの、主権っていうか主導権はアゼルバイジャンの方にあるような気がしますね。まあ、これからどうなっていくか、アゼルバイジャンの上層部にかかっているということですね。まあ、なるべくね、静かになって平和が訪れることを願ってますけれども、どうやらちょっと今年来年危ない感じします。危ない。経済的にも危ないしね。 で、こうやってアゼルバイデンがこんなことになると、エネルギーがグガーンとまたね、先物上がっちゃうんで、いやいやいや、これから冬に向かっていくね、北半球の国々、日本を含めて大変だと思いますよ。もうエネルギーはもう青天井でしょこのまんまね。まあ、これも誰かが望んでやってることなのかもしれないですよね。わかんないですよ、それはね。計画的な計画の一部なのかもしれないですよね。うん、まあ、一般庶民にとっては非常に困ることですよ。 本当にね、ガソリンだって、1リットルね、まあ、200円軽く超えて、300円、350円となっていくわけですよ。いやー、見物でしょう。1リットルリッター350円。ね300円超えたあたりから見物だよね。やっぱ私あの、写真撮りますよ、記念写真。<laughs> こんなこと言ってると怒られちゃうけど、楽しいじゃんだって。1リットル300円だよ。ウイスキーかなんかなのね。いや、本当に。すごい値段だよね、だけどね。 いやあ、上流種だよね。だけどね、本当にね。ちょっときついね。うん。だけどまあ、見物だね。一回なって見てみたいね。見ては見たいと思う。それを、本当に写真撮りたいな、V サインで <laughs>。怒る人いるよね。こんなこと言うとね。いや、だけどあの、ヨーロッパ結構なってるんですよ。立体300になって、またちょっと下がって220ぐらいになったりとか。 まあ250ぐらいにまた上がったりとか、200からね、300を行ったり来たりしてるところ多いですよ、ヨーロッパで。結構厳しいですよね、だからね。うん。でね、あの、電気自動車に変えるって言ってるじゃないですか。10年以内とか5年以内ね、日本も言ってますよね。だけど今度、なんかあの、電池がね、今あの、中華飯店で作ってるじゃないですか。で、中華飯店が、いや、電池ちょっと、そっちに送んの、どうなのって言い出してるんですよね。危ないでしょ っていうことは、ガソリン車もダメだし、電気もダメかもしれないってことですよね。いやー、世界混乱ですよ。先がね、不透明。暗闇の中を手探りで歩いてるみたいな感じですよ、今。世界中ね。日本もそう。だって分かんないでしょ、今ね。何がどうなってるか。だって、あの、値上がりしていて、一般の情報を持ってない人って、いやー、随分いろんなもの上がったなー、参ったなーって言って、いやー、だけど、もうじき安定して下がるんでしょってみんな言ってるの。 いや、何寝ぼけたこと言ってんの ?10 月から本格的に上がるんですよ。まだ寝上がりなんか大したことないんだよ、これ。今の、今までの。2023年10月から本番なんですよ。だからもう目覚めなきゃダメだよね。寝てるよね。寝てる。居眠りしてる。ねえ、居眠り運転で危ないよ、本当にね。居眠りしながら生きてるよ。<laughs> いや、なんだそれ。<laughs> どういうことなの <laughs> ねえ。いや、だけど本当に寝てるよ。ダメだよ。10月からすごいんだからね。 これから本番。だからその経済的な試練に対しても、ただ事とじゃないですよ。乗り越えていくのが。それに付け加えて、争いですよ。怖いですね。厳しいですね。嫌ですね。本当にね、頑張っていかないといけない。まあでもそこでめげてはいけません。気合い売れてね、根性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 ですよ。気合い売れて前に進んでいきましょう。応援してますんでね、頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。